10月23日と24日の2日間、松山市内で ICT 利活用サミット in 愛媛が開かれました。これは情報通信技術を活用することで地域が抱えるさまざまな課題の解決やさらなる地域の活性化を図ろうと、四国総合通信局と一般財団法人全国地域情報化推進協会が共催で行ったものです。1日目は松山市道後姫塚のにぎたつ会館を会場に、産官学の有識者による講演や持続可能な地域社会経済の実現に向けてをテーマとしたパネルディスカッションが行われました。翌2日目は松山市久米久保田町のテクノプラザ愛媛に会場を移し、ローカル 5G に関連した講演が行われたほか、隣接している県の産業技術研究所へ参加者らが移動して、ローカル 5G 体感施設久米久保田 5G ラボの展示視察が行われました。この切り欠きよりもちょっと下に来てますよっていう不良です。サミットには地方公共団体や企業、研究機関の担当者などおよそ200人が参加し、 ICT 技術を使って地域の課題を解決するための手がかりを学んでいました。なお、このサミットの講演会の模様は後日イベントチャンネルなどで放送予定です。ぜひご覧ください。